HD189733B は地球から小狐座の方向に約64.5光年離れた位置にある太陽系外惑星である。恒星 HD189733A の手前を通過したのをフランスの天文学者らが観測し2005年10月5日に発見が公表された。木星よりわずかに大きい質量を持ち、 わずか2.2日周期で軌道を公転しているホットジュピターである。主星の手前を通過するホットジュピターとしては最も地球に近く HD209,458B とともに特に精力的に観測が行われているホットジュピターとして知られている。広範な惑星大気調査の対象でもあり HD189,733B の大気は 地上と宇宙空間の両方から高解像度及び低解像度の機器を通じて広く研究されている。また、HD189733B は史上初めて全球の熱量地図が作成された太陽系外惑星であり、また変更観測によって検出できた初めての太陽系外惑星でもあるとみられる。 さらに、惑星全体が深い青色をしていることも判明している。2005年10月5日、フランスの天文学者グループは、恒星 HD189733 の手前でトランジットを起こす惑星 HD189733B の発見を発表し、この時にドップラー分光法による観測でも、その存在が確認された。速攻測定で、 HD189733B がトランジットを起こしていることが確認される前にリアルタイムでの視線速度測定で惑星がトランジットを起こすことによって引き起こされるロシターマクローリン効果が検出された。HD189733B はこれまで幾多も観測されてきているため観測ごとに示される物理的特性や軌道要素のパラメーターには 若干の差があるが、質量と判定は、木星の1.1倍程度と推定されており、主星から約460万 km 離れた軌道を約2.22日周期で公転しているホットジュピターである。平行温度は約 1200K 前後となっている。HD189733B はこれまでに トランジットが観測された太陽系外惑星の中でトランジット時に遮断する主星の高度の割合が最も大きくトランジット時に主星の高度の約3%を遮断する。また HD209458B と共に初めて直接的に分光観測された太陽系外惑星でもある。 この二つの惑星の主星はトランジットを起こす惑星を持つ恒星の中でも最も明るいため、これらの惑星はこれからも天文学者から特に注目される天体となるであろう。他の多くのホットジュピターと同様に HD189733B も主星との調気力によって自転と光点の同期が発生していると見られる。リッヒ工科大学のスベトラーナ・バード・ユージナが 引きる国際チームは、スペインにあるスウェーデンが建設した、合計60センチメートルの、キロボルトアンペア望遠鏡を用いて、HD189733B から、反射された変更を直接観測することがに、成功している。この変更観測からは、散逸した大気がトランジット中に確認される、不透明な惑星の形状よりも、かなり大きく広がっていることが示されている。 HD189733B は最初は PL クラスと呼ばれるチタンやバナジウムの酸化物が欠如している L 型褐色外星のような温度が逆転した清掃圏を持たない惑星であると予測されていたが清掃圏モデルに対してテストされた追跡測定では決定的な結果は得られなかった赤外線で見ると大気中の凝縮物は トランジット時に中赤外線で観測される惑星半径のさらに約 1000km 上空に霞を形成しており、表面付近から見た HD189733B の夕焼けは赤く見えるとされている。大気中にナトリウムとカリウムが含まれていることを示す信号の存在が2007年にチネチラによる研究で予測されていたが、 最初は凝縮物の霞でナトリウムの信号を見ることはできなかった。しかし最終的には HD209458B のナトリウム層より3倍も濃度が濃いナトリウムの存在が観測された。2020年の研究でも大気中のカリウムの存在が確認されているが、 この研究ではその濃度が大幅に低くなっていることが示されている。また、HD189733B は大気中に二酸化炭素が存在することが確認された初めての太陽系外惑星でもある。HD189733B の赤外線スペクトル2007年2月21日、NASA はスピッツァー宇宙望遠鏡を用いて HD189733B と HD209458B の詳細な赤外線スペクトルを得ることに成功したと発表した。この発表はもう一方の太陽系外惑星 HD209458B の分光観測に関する初の論文が掲載されたネイチャーの信号の公開と同時に行われ、 この発表内容を踏まえた論文はアストロフィジカルジャーナルレターズに掲載された。HD189733B の分光観測はスピッツァー科学センターのカール・グリロメアが中心となって行われた。2013年7月、NASA は HD189733B を対象に行ったトランジットを起こす惑星を チャンドラ X 線観測衛星と XMM ニュートンによる X 線スペクトルで調べた史上初めての観測の結果を報告した。その結果、HD189733B の大気が可視光線の3倍以上の量の X 線を遮断していることが判明した。この観測結果は、 HD189733B の周囲に X 線を吸収する性質を持った外装大気が存在している可能性があることを示唆している。変更測定から HD189733B は青い外観をしていることが判明したハップル宇宙望遠鏡によって2013年に判明した HD189733B の 青い外観を反映した創造図2008年天体物理学者らによる研究チームが変更観測を用いて HD189733B から発せられた可視光線を検出したとみられると発表したこのような変更観測を用いた太陽系外惑星の検出例は初めてであった2011年にも同じ研究チームによって 現行観測での検出に成功し、観測結果の改良が行われた。この結果から、研究チームは、HD189,733B のアルベドが赤色の光の時よりも青色の光の時の方が、値が大幅に高くなることを発見した。これはおそらく大気中に含まれる、計算使用の粒子が青い光を散乱させていることが、原因であると考えられている。 その後2013年に HD189733B が深い青色をしていることが確認され、その結果 HD189733B は2つの異なる手法によってその外観の全体的な色が観測的に判明した史上初めての太陽系外惑星となった。その後変光観測を用いたこれらの測定はさらに感度の 高い変光系を使用した2つの別々のチームによって議論され、その中で提供されている変光観測信号の上限値が示されている。戦術の通り HD189733B が青い外観をしているのは計算仕様の散乱の結果によるものかもしれない。2008年1月中旬、散乱のモデルを使用したトランジット中のスペクトル観測により、 大気に水素分子が存在する場合、惑星半径の0.1564倍地点の高度では、大気圧は41030アムバーになることが判明した。ミーキンジモデルと呼ばれるモデルからは、大気中に凝縮物、つまり約0.1から0.01マイクロメートルの流形を持つ計算マグネシウムが存在する可能性があることも判明した。両方のモデルを用いると、 惑星の表面温度は1340から 1540K となる。散乱の発生は他のモデルでも確認されており、外部大気の下にあるはずのより低温の清掃圏が存在しないことが明らかになっている。スペクトルの可視域では吸収断面積が大きいため、 原子状ナトリウムや原子状カリウムについて調べることができる。例えば、超大型望遠鏡 VLT の高解像度ユブス、スペクトログラフを使用したところ、ナトリウムが HD189733B の大気から検出され、表面温度などの大気の物理的特性がさらに調査、 メディアを再生する HD189733B の大気の蒸発に関して説明したナレーション付きの動画主成表面でフレアが発生した後に大気が急速に流出している HD189733B の想像図2010年3月水素ライマンアルファー線を使用したトランジット観測で HD189733B が 大気の蒸発によって毎秒1から 100GG のペースで質量を失っていることが判明した。この兆候は原子状水素からなる膨張した大気圏を検出することによって発見された。HD189733B は HD209458B に次いで2番目に大気の蒸発が検出された太陽系外惑星である。 HD189733B と HD209458B 以外では、ワスプ -12B やカニーザ55番星 B など、いくつかのホットジュピターでも、大気の蒸発が確認されている。主星の活動がより活発だった、形成初期の頃は、より強い紫外線や X 線の放射を受けていたため、現在よりも、大気の蒸発は、 さらに激しかったとされている。二千十一年九月には、ハッブル宇宙望遠鏡を用いて行われた観測で、h d 十八万九千七百三十三 b の大気が水星のように音を引いていることが確認された。二千十年四月にも、ハッブル宇宙望遠鏡に搭載されている、分光器 STEs を用いた、 HD18、一方で、今回の観測の8時間前に、天文衛星スウィフトによって、主星 HD189733A の表面で強力な X 線フレアの発生が観測されており、この時観測された HD189733B の大気流出は、この X 線フレアの影響によって引き起こされたと見られている。 この観測を行った研究チームは HD189733B は X 線フレアの影響を地球の約300万倍も受けていると指摘している。HD189733B の表面温度の分布を示した地図2007年にはスピッツァー宇宙望遠鏡を使って HD189733B の 排気温度の地図が作成された。HD189733B が地球に対して夜側を向けている時にこの観測が始められ、HD189733B が軌道を反周して昼側を地球へ向けるようになるまで33時間にわたって HD189733 系の観測が行われた。その結果、 HD189733B の表面温度範囲は97311から 121211K と求められた。この温度範囲は、主星からの吸収エネルギーが惑星の大気全体にかなり均一に分布していることを示している。また、この観測で、 パラメータ化された昼から夜への吸収エネルギーの再分配メカニズムを考慮したホットジュピターの理論モデルでの予測通り、最も温度の高い領域は HD189733B の構成直下点より東へ30度にずれていることが判明した。同年、NASA は HD189733B の表面を温度で色分けした地図を公開し、 HD189733B は初めて表面の地図が公開された太陽系外惑星となった。2007年7月11日、ジョバナ・チネッチが率いる研究チームはスピッツァー宇宙望遠鏡を用いて行った HD189733B の観測で大気中に大量の水蒸気が存在していることを示す確固たる。 証拠があると結論付ける研究結果を発表した。ハップル宇宙望遠鏡によって行われた追跡観測では、HD189733B の大気から水蒸気、中性酸素、そして有機化合物であるメタンの存在が確認され、その後に行われた超大型望遠鏡、VLT による観測では一酸化炭素の存在も確認された。 惑星の温度が低くても約摂取700度もあるため、この環境下ではメタンは水と反応して一酸化炭素に置き換えられるはずだが、メタンがどのようにして大気中に存在しているのかは不明である。温度が低い領域にメタンを集中させるか、もしくは何らかの方法でメタンを直接追加させる未知の化学プロセスが作用しているからではないかという可能性も示唆されている。 2014年7月、NASA は HD189733B を含む太陽に似た構成を好転している3つの太陽系外惑星の大気に含まれる水蒸気の量が予測よりも少なく大気が非常に乾燥していることが判明したと発表した。NASA が作成した HD189733B への旅行ポスター。 HD189733B の天候はあまりにも過酷なものになっている。HD189733B ではガラスの主成分である計算上粒子が含まれる最大風速が時速 8700km に達する猛烈な風が惑星の昼側から夜側に向かって吹いているとされている。また、これまでの観測から HD189733B では溶けたガラスの雨が降るという証拠も見つかっている。HD189733B が主星の手前でトランジットを起こしている間にはロシターマクローリン効果が起きることもはっきり示されており、自転する主星表面の一部を HD189733B が覆い隠すことによって 高級なスペクトル線が移動する。HD189733B の質量が大きい上に非常に近距離を好転しているため、主星の純真服は非常に大きくなり、主星は約秒速200メートルの視線速度で振り回されている。ロシターマクロボリン効果を用いれば、 惑星の軌道面と主星の赤道面の間の角度を測定することができる。HD189733 系における両者の角度のズレはわずかマイナス0.5プラスマイナス0.4度でほぼ一直線に揃っている。これは HD149026B と類似しており、おそらく HD189733B は 原子惑星系円盤との相互作用に関与していたと見られる。著名なホットジュピターの想像図左上から右下へ、順に、ワスプ -12B、ワ12スプ -6B、ワスプ -31B、ワ31スプ -39B、39 HD189733B、ハット p 1 2 b ワスプ -17B、ワ17スプ -19B、ハット p 1 b h d 二十万九千四百五十八 b 二千八年に h d 十八万九千七百三十三 b が軌道上のある地点に到達すると主成 h d 十八万九千七百三十三 a の表面でフレアが増加する事象の原因を説明する研究結果が発表された。また二千十年には別の研究チームが h d 一万八千九百七十三 b の 軌道上の特定の位置にあるときに X 線フレアも検出されることを発見したと発表している。2000年以来の理論的研究で主星に非常に近い太陽系外惑星が磁場の相互作用によってまたは調積力によってフレアの増加が引き起こされるかもしれないことが示唆されていた。2019年天文学者のマシュールートはアレシボ天文台、モストそして 自動光電棒を影響によって得られたデータに加えて、電波、光学、紫外線、および X 線波長における構星の歴史的観測を分析して、それらの主張の調査を行った。その結果、それらの主張は誇張されており、フレアや黒点を含む構星活動領域に関連した高度やスペクトルの 特徴を示すことはできなかった。この統計分析により、惑星の軌道上の位置を問わず、クレアは発生していると求められ、現在では、HD189733 系には、過去に考えられていたような、構成と惑星との相互作用が存在するとは、考えられていない。また、一部の研究者は、HD189733 系が、 若いオウシザ T 型星の周りで見られるのと同じような速度で、軌道上の HD189733B からガスを膠着させている、または引き寄せていると主張していた。しかし後の分析では、高温のホットジュピターからのガスの吸着はあったとしても、極わずかであることが明らかになっている。HD189733B と、 HD209,458B は紫外線トランジットの際に明らかな光の侵入吸収が観測されているが、この事象に関する一貫的な説明が存在していなかった。2014年、ロートフィー・ベンジャフルらによる研究チームはこの事象を説明するために HD189,733B には毎秒約1,029個のペースで炭素イオンを補填する。 太陽系外衛星が存在すると予測した。シミュレーション上ではこの衛星は HD189733B の極域へ強い電磁的結合を生じさせている可能性が示されている。この衛星は HD189733B の 半径の16倍離れたところにあると予測されており、これは HD189733B のヒルキューの外部に位置する。これが事実ならばヒルキューの外側にある。この衛星は外部から飛来したものが HD189733B に捉えられたことになる。HD189733B からは、 ナトリウムとカリウムが検出されているが2019年にこれらの物質は活発な火山活動を起こしている衛星から放出されている可能性が示されたこのように太陽系外衛星の中でも激しい火山活動を起こし宇宙空間にナトリウムやカリウムなどを放出している衛星は木星の衛星イオと似ていることからエクソイオと呼ばれている ナトリウムやカリウムの検出が必ずしもエクソイオの存在の証明に直結するわけではないが、この研究では HD189733B を含め特に5個の太陽系外惑星にエクソイオンが存在する可能性が高いことが示されている。ありがとうございます。